オルトン・バターワース・ウィリアム・オルトン・バターワースは、アメリカ合衆国の外交官。ウィリアム・オルトン・バターワースは1903年9月7日に、ルイジアナ州ニューオーリンズにおいて誕生した。バターワースは、ローレンスビルスクールで教育を受け、1921年に、卒業した。バターワースは続いて1925年に、プリンストン大学で学士号を取得した。 バターワースは1925年夏にフランスのディジョン大学に留学した。バターワースはその後1925年から1927年までローズ小学生に選ばれてオックスフォード大学ウースターカレッジで学んだ。バターワースは1928年に国務省外務職員局に入賞した。バターースはワシントン DC において約1年間。 事務作業に従事した。その後バターワースは1929年から1932年までシンガポール大使館で副領事を務めた。続いてバターワースはカナダのオタワで三等書記官イギリスのロンドンで三等書記官及び二等書記官を務めた。1941年、バターワースは商務省に一時出向した。 第二次世界大戦が開戦すると、バターワースはスペインに派遣され、マドリッドに一等書記官として駐在した。同時にバターワースは、合衆国商事項者のスペインを呼び、ポルトガル支局長も兼任した。1944年に帰国後は、国務省内の北アフリカ経済委員会で、アルジェリア担当スタッフを経て、スペインのマドリッドで、3時間、中国の重慶で、 三時間中国の南京で三時間を務めた。バターワースは中国において、ジョージ・マーシャルの政治的アドバイザーとして貢献し、南京では講師と同等の待遇を受けた。中国での活動を終えると、バターワースは極東部長として任命を受けた。バターワースは続いて、ジョージ・マーシャルの推薦により、極東担当国務次官補に任命された。 1950年3月からは、日本千人の時間補として、公認の極東担当時間補ディーン・ラスクと職務を分担。その後バターワースは中スウェーデン大使、イギリスのロンドン大使館主席講師、欧州石炭鉄鋼共同体大使、欧州原子力共同体大使、欧州経済共同体大使、中カナダ大使を務めた。バターワースは、 アジアとアメリカとの外交関係に関する研究を行ったことで知られている。特に第二次世界大戦後の中国における共産党と国民党との衝突に関して深い研究を行った。また、ヨーロッパの経済業界、特に鉄鋼業界と石炭業界を研究し、欧州連合の創設に寄与した。バターワースは1962年3月20日に、 国務省外務職員局で最も名誉ある終身大使としてのタイトルを授与された。バターワースは1968年に国務省を離れた。1975年3月31日、バターワースは観光編により死去した。ありがとうございます。